皆さんこんにちは、松下浩二です。今日はですね、カットマン その育成講座というところで、最初 そのラケット選びというところから話をしたいと思います。松下浩二の今夜もカットマン。卓球のカットマン用のラケットいくつか、あるんですけども、自分のラケット、名前が付いているラケットがそのいくつか販売されておりまして、その中で、まずその初心者ですよね、カットマンをやり始めの選手の、用具について少し説明させていただきます。で、最初そのやり始めの時には、弾むラケットよりもどちらかというと弾まないラケットの方が、いいと、思います。で、例えばなんですけど、私が、出している、松下浩二のディフェンシブっていうラケットがあるんですけども、これは、弾みが、あまりなくてですね、カットが、やりやすいラケットだと思います。どうしてもその飛ぶラケットを使う と、オーバーミスが大きくなったりして、その当たってからその、飛ぶ距離がその大きければ大きいほどやっぱり調整が難しくなってくるんですよね。で、弾まないラケットはその打ってからの距離が短いので、あとはその力の、角度っていうよりも力の入れ具合で、ボールをこうコントロールすることが、やりやすいので、まず初心者の、方々には、弾まないラケットをこうおすすめ、します。で、どんどんそのカットができてきて、安定感が出てくると、今度はカットだけじゃなくてその攻撃をすることをやっぱり覚えていくので、そうなったら少し弾むラケットにこう変更するっていう方がいいと思います。自分が、使っていた、松下浩二という、これは私が現役の時に使っていたラケットをベースに、ビクタスに入って一番最初に、出したラケットなんですけども、このラケットは、攻守が非常にバランスの取れたラケットで、ディフェンシブはやっぱり打つと、少し物足りないっていうか打球にスピードが、出ない、しかしながらカットはやりやすいんですけど、この、松下浩二ラケットは、攻撃をしてもある程度のスピードが出る。で、カットはすごくやりやすいラケットということで、次の段階で、使うにはいいラケットかなっていうふうに思いますね。で、私みたいにそのカットが、8割ぐらいで攻撃が2割という選手は、この松下浩二っていうのがおすすめで、今そのカットマンのスタイルがいろいろあって、例えば村松選手みたいに、自分よりもその攻撃をする選手とかは、さらにこの松下浩二よりも弾むそのラケットを、使うことをお勧めします。松下浩二オフェンシティブがこの、4本あるんですけども、中で一番弾むラケットで、しかしながらそのカットをの技術力がないとカットがなかなか難しいので、そこら辺のところのバランスはよく考えないと、いけないんですけども、このある中のラケットでは、打った時のスピードとか、そういったものが一番、出るラケットですので、どちらかというと台から離れた時にこうドライブ対ドライブで引き合ったり、その離れたとカットをして離れたところから攻撃をするには非常にいいラケットだと思いますので、このようなラケットも、あります。
で、特殊素材が入っているこのマスターコージスペシャルっていうラケットがあるんですけども、これは特殊素材が入ってるんですけども、あんまり弾まないです、で、あんまり弾まないその特殊素材を、まあ、2枚埋め込んでるんですけど、入れ込んでるんですけども、まあ、特殊素材のいいところはその木材のラケットに比べてどこに当たってもその弾きがあんまり変わらないんですよね。こういう木材のラケットを使うとその中心からちょっと外れるとやっぱりミスをしたり、こう、まあ、弾みが違うんですけど、この、特殊素材が入っているラケットは、まあ、この真ん中に当たらなくても端に当たっても同じように飛んでってくれるっていうところがその特殊素材のラケットのいいところではないのかなっていうふうに思います。まあ、ここら辺のなんていうんですかね、打った時の感じの好みがやっぱり人それぞれ、あると思うんですけども、まあ私の場合はどちらかというとカットした時にちょっと響くような、ラケットをまあ好んで、まして、まあ、しかしながらその響くのが嫌な選手は、まあ、こういう特殊素材であんまり響かない、ラケットも、おすすめだと、言えると思います。まあ、ですので、まあ、いろいろなその弾みのラケットがありますので、それぞれ そのスタイルとかレベルとかに合わせて、選んだら、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、もう一点は今度はラバーなんですけども、今、まあ、高弾性のテンションがかかってるラバーと、粘着系の中国製のラバーっていうものが、まあ、カットマンがの選手が使うラバーとしては大きく2つなんですけども、最初やり始めの選手はやっぱり粘着性の弾まないラバーをお勧めします。なぜかというと初心者の選手っていうのはなかなかその回転をかけることが非常に難しいので、まあ、それをラバーの力で回転をこうかけれるようにすれば安定感が、増しますし、まあ、高弾性 そのテンションのかかっているラバーはどうしても飛んでいってしまうのでコントロールがやっぱり最初は難しいので、やっぱり優しいラバーを使った方がいいという点で、粘着系のラバーをこうおすすめ、します。まあ、その後技術量がこう上がってきて、その攻撃の割合が大きくなってきたときに、もっともっと攻撃のスピードをこうつけたい、特に後ろからこうボールをこうドライブを引き返したいっていう選手はそのテンション系の、ラバーを使えばいいですし、まあ、私みたいにカットでカットで粘って台に近いところに来たときに攻撃をするっていう選手は、まあ、粘着系のラバーを、おすすめ、します。まあ、女子の選手はどちらかというと、まあ、攻撃をたくさんするよりもやっぱりカットで粘ってチャンスボールを叩くっていうスタイルが多いと思いますので、やっぱり粘着系のラバーの方が安定感が、出てミスも少なくなりますし、まあ、スマッシュも、割と今の中国系のラバーは粘着系のラバーも打ちやすいので、粘着系のラバーも使ってみたら、いいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私が現役時代の時はやっぱりそのテンションラバーっていうのはあんまりなくてですね、まあ、高弾性のテンションがかかってないラバーだったんですけども、僕はそういったラバーよりもまあどちらかというと微粘着のラバーを好んで、プレーをこうして、いました。まあ、とにかく私の場合、まあ、攻撃がやりやすいっていうのもまずはカットがやりやすい、ラバーを好んで、いましたので、まあ、そこら辺のところは自分のスタイルと照らし合わせて用具をこう選んだらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございました。
人で世界をカットしてきた日本の侍は、新しい世界を切り開くために共に戦う仲間が欲しい。全ての仲間と夢を応援し、愛を持って返したい。この試合はあなたと一緒に挑む団体戦。松下浩二のオンラインサロンラボ。さあ試合開始だ。